こんにちは、速稼塾の久保です。じゃあ次はね、林外務大臣のオフィスの方に電話をさせてもらいます。林外務大臣は山口の3区ということなんで、まずはね、山口県の方に電話をさせていただきますね。もう趣旨はね、尖閣諸島どうなっとるんやということでございます。こんにちは。私、広島で観光業を行っております、久保と申します。お世話になります。こちら、林外務大臣の事務所と伺いますけども、いかがでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。ちょっと国民のね、不安の声ということで、ちょっと聞いていただきたいんでお電話させてもらいました。私、会社を経営してて、保養所としてですね、沖縄の方にも、ちょっとこう、小さいながらも別荘をね、会社の保養所として設けてるんですけども、ここ最近行けてないんですよ。それがですね、やっぱこう中国のちょっとね、船が来て怖いじゃないですか。ね、そういったことがあって、まあ別荘がね、どうなっちゃうのかなっていうふうな、まあ贅沢な悩みだと思うんですけども、でもまあこう考えていって、いろんなね、国際情勢が今回逼迫してるこの3、4ヶ月見てると、なんか中国のなんかね、海警局の船が来て本当に大丈夫かなと。で、林外務大臣はなんかね、遺憾の意とか強い言葉で非難するとか言ってくれるんですけども、もうちょっと具体的に動いてもらえないねんもんかなというふうにちょっとね、わだかまる気持ちがあるんですけども、いかがなもんですかね。そうですよね。あえて私が言うまでもないと思うんですけども、はい、そうですよね。戦ってくださってる姿勢は私ね、本当に信頼してるんですよ。ただ日々の暮らしで、それとは別に私たちの個人的な恐怖もあるもんですから、なんかね、ミサイルを撃ち込めやぐらいまでは言わないんですけどもなんかね、はいはい、はい、そうですよね。はい、はい、はい、一朝一夕に答えの出る問題ではないとは思うんですよ。ただ私たちにも、はい、そうですよね。でね、今回お電話させてもらったのは、もう一つちょっとね、聞き捨てならない不安が私たち事業者の中にちょっと広まっているのを、これすごく大事なんで聞いていただきたいんですが、この2、3年のですね、コロナ禍と、あとはまあ、輸出輸入をしてる会社なんていうのは結構ね、中小でかなり経営が厳しいんですよ。うん、でそのあたり、はい、そのあたりね、支援金などで持ってるところはあるんですが、まあ、ぶっちゃけ倒産しちゃったり社員を解雇しちゃったりとか、まあ、めちゃくちゃになってるところもあることあるんですよ、広島でも。でそれだけならまだいいんですけども、ここにですね、何が懸念かというと、取引先が中国の法人である場合ね、中国の方からいや、お宅の会社買い取りましょうかっていう、これ来るんですよ、こういうのが。怖くないですか。しかもね、会社が抱えてる借金とともに、なんだったら1億インセンティブつけますから、顧客名簿とともに売ってくださいって来るわけですよ。いや、私たちは売ったら自分の暮らしは楽になりますよ。でも日本を守るっていうね、林外務大臣の心意気もありますしね、やっぱり広島で言ったらこう、山口県も身近なわけですよ。山賊も結構行かしてもらってますしね、下関の水族館も行ってますんで。そうなったら、いや、俺たち事業者が私利私欲のためにね、苦しいからって身売りをするわけにはいかねえ、どんなことに使われるか分かんねえって思うじゃないですか、やっぱり。私も昭和の人間ですからね、もう50もなりますしね、俺が守んないとと思うんですけども、でも、そうは言ってもねえって感じで、身売りする零細企業が出ないとも限らないし、出てるんじゃないかなとも思うんですよ。うん、怖いですよね、これね。
拉致られちゃったりするんじゃないかなとか思ったりね、こんな名簿ったら。まあそういう不安もあるって、まあ何と言いますかね、怖いですということなんですね、一言ね。はい、ですんで林外務大臣にはね、今はい、いや本当ですよ、もうね、防衛のためだったら私税金が上がっても頑張って稼ぎますんで、なんとかしてくださいよきついですよ、でも本当にきついでしょ、お互いね、お互いきついと思いますけども、はい、ありがとうございます、話聞いてもらって。はい、どうも失礼します。はい、すいません、どうも。すいません、キャッチフォンが入っちゃったんで切らざるを得なかったんですね、いきなり。はい、でどうなんでしょうか。あ、保険会社から電話です。以上で林外務大臣、話のわかる人でした。